神戸の三宮に川原神社というのがありまして、源平の時の兄弟ですね、川原太郎と川原次郎の、生田の森の戦いで討ち死にをされたんですけども、馬つ兄弟の塚と馬の塚がこの付近にあったんで、この辺りに神社を作ったみたいです。もともとの場所より移動したんですね。移動して三宮の境内の方に来たそうです。こっちはじゃあ海ですね。三宮竹津姫の御事です。はい、ぜひ参拝してみてください。